グッド・シャーロットは1996年にアメリカ合衆国メリーランド州で結成された5人組パンクロックバンドである。日本ではグッシャーと略されることがある。2000年にファーストアルバムグッド・シャーロットでメジャーデビュー。2002年に発売されたセカンドアルバムヤングホープレス収録のライフスタイルオブザリッチフェイマスやザ・アンセムがヒット。アルバム自体の 全世界トータルセールスも500万枚を超えるモンスターアルバムとなる。2004年には前作よりさらにダークでポップなアルバムクロニクル・オブ・ライフ・デスをリリース。2005年のソニック・マニアでは当初トリを務める予定だったベックとの交渉がまとまらず代わりにトリを務めた。2007年発売のグッド・モーニング・リバイバルではダンサブルなパンクロックへと路線を変更したが 大成功を収めた。2010年、過去4作のアルバムにおいて、所属、販売していた、エピックレコードを離れ、新たに、キャピトルレコードへ移籍した。キャピトルレコードからのバンドとしてのフィーフスアルバム、カーディオロジーは2010年10月に、日本で、先行発売された。アルバムの日本版、ボーナストラックには、同レーベル系列所属の宮や宮みマイナスが参加している。 2011年、バンドとしての活動の休止を発表し、マッテン兄弟は、サイトプロジェクトザマッテンブラザーズを指導。2015年、4年ぶりに再始動することを発表。バンド結成20周年を迎える2016年に、前作から6年ぶりとなる6スアルバム、ユース・オーソリティをリリース。続けて2018年に7スアルバム、Generation RX をリリース。 クリス・ウィルソンの首の理由は彼がドラッグに溺れていたためである。また彼は脱退後の2006年曲に対する印税が入っていないとグッド・シャーロットに文句を言い訴えるとまで脅しをかけた。これに対してマッテン兄弟とビリー、ポールは同年9月に彼は曲作りには参加していないから印税は関係ないはずとコメントを出し、またあんなによくしてやったのに とと漏らしてていいた兄弟仲はとても良いその中の良さは、記者会見中、お互いよく見合いにコに越し合うこともた々見られ、また、ジョエルと当時交際中で後に結婚した、ニコール・リッチーと、ベンジーと、元婚約者で当時交際していたソフィー・モンクの4人でのダブルデートをしたり、身近なことはすぐお互い話して、それで満足して、彼女に話すのを忘れてしまうぐらいだという。 また、彼らの家の距離は500メートルほどとかなり近い。彼ら兄弟の趣味は対照的で、ベンジーは少し暗めだが、ジョエルは豪華で伝統的なものが好きらしく、それは彼らの家にも反映されている。雑誌、インドックの彼らのインタビューによると、ジョエル曰く、ベンジーの家はディズニー映画のホーンテッドマンションみたいで、ちょっとゴシックな家、ベンジー曰く、ジョエルは 趣味の悪い金持ちみたいな絵とのことである。コズェリンマイ人気ロッカーと同性発覚。スパニキアネックス2005年9月3日。掲載。平成24年1月7日閲覧。AB。グッド・シャーロット・ビルボード・ディスコグラフィ。オール・ミュージック・ロビ・コーポレーション。2009年10月11日閲覧。ディスコグラフィー・グッド・シャーロット。 australian-charts.com ハングメエン、e、2009年10月11日閲覧ディスクオグラフィーグッドシャーロットオーストリアンチャーツアットハングメエン2009年10月11日閲覧グッドシャーロットミュージックラインで2009年10月11日閲覧ディスクオグラフィーグッドシャーロット ラッチェチャーツ NL ハングメジエン、2009年10月11日閲覧ディスコグラフィーグッドシャーロットチャーツ .org NZ ハングメジエン、2009年10月11日閲覧ディスコグラフィーグッドシャーロット SWEDISHCHARTS.com ハングメジエン、2009年10月11日閲覧 ディスコグラフィーグッドシャーロット、swisscharts.com、ハングメジエン、2009年10月11日閲覧、グッドシャーロット、オフィシャルチャーツカンパニー、2015年7月5日、閲覧、RIAUSA A ハット ABC、アメリカンアルバムサーティフィケーションズ、グッドシャーロット、 レコーディングインダストリーアソシエーションオブアメリカ2015年7月5日閲覧 If necessary クリックアドバンスト全クリックフォーマット全セレクトアルバム全クリックサーチニュージーランドアルバムサーティフィケーションズレコード r d e d m u s i NZ 2015年7月5日閲覧 ABCD ブリティッシュアルバムサーティフィケーションズグッドシャーロット ブリティッシュ・ホノグラフィック・インダストリー2015年7月5日閲覧エンター・グッドシャーロット・イン・ザ・フィールド・サーチセレクト・アーチスト・イン・ザ・フィールド・サーチバイセレクト・アルバム・イン・ザ・フィールド・バイ・フォーマットクリック・サーチハット・ジェイソン・リップ・ショッツ、ブリンクマイナス -182 ザ・ビルボード・カバー・ストーリービルボード2015年1月27日閲覧 ABCD アリアチャーツアクレディテーションズ。アリアドットコム au.2016 年7月17日閲覧。ab. カナディアンアルバムサーティフィケーションズグッドシャーロット。ミュージックカナダ。2015年7月5日閲覧。ニュージーランドアルバムサーティフィケーションズ。レコーデッドミュージック NZ。2015年7月5日閲覧。RIAAUSA アーカイブ2007年4月5日。 ウェイバックマシン、ビルボード。ビルボード、2008年12月6日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2008年6月24日閲覧。RIAA Certifications。Recording Industry Association of America。2008年6月24日、閲覧。New Zealand Album Certifications。Recorded Music NZ 2015年7月5日、閲覧。 ブリンク -182 ザ・ビルボード・カバーストーリービルボード .com 2012年11月30日閲覧ユース・オーソリティ・バイ・グッド・シャーロット・オンアップル・ミュージックアイチューンズ・ドット・アップル・ドット・コム2016年7月17日閲覧ありがとうございます